にちは。というわけで、明日いよいよ K1 大阪大会が開催されます。そこでだからなんか質問してる。あ、はい、あ、僕の、はい、僕の方からちょっと2つ対戦カード、気になる対戦カードがあるのでご質問させていただければと思います。はい。で、1つ目なんですけど、はい、僕が個人的に一番気になっているのが、木村フィリップミノル選手が、元プロボクサーである大泉翔選手という選手と、はい、対戦するということなんですけど、実際ここで木村選手はボクサーにボクシングで勝てるのかどうかっていうところが気になるのでお願いします。はい、そうですね、木村選手って多分ね、ボクシングジムいろんなとこ行ってると思うんですけども、僕がね、現役の最後の方にね、ちょっとお世話になったボクシングジムでも、木村選手が来てたっていう情報を実はこのジムの人から聞いたんですけども、やっぱりね、そこのね、ボクサーの人、スーパーウェルター級とかミドル級ぐらい、スーパーウェルターの選手かな、ウェルター級か、ウェルター級の選手なんかとスパーリングやっても1ラウンドなんかはやっぱりダウン取っちゃうぐらい強かったなっていうやっぱ話を言ってましたね。だから僕さ、相手にも打撃は通用するみたいです。ただね、僕はね、木村選手のことが本当大好きで、本当に今はね、一ファンから見てるんですけども、本当にね、試合が面白い選手ですよね。ただやっぱそこのボクシングジムでもよく言ったのは、後半の、失速、ボディ打ちはやっぱ効いてたと、聞いてるから、やっぱ後半はちょっとあれだよねなんていう、ボクシングの長いラウンドになったら、まあ、ボクサーの強いよねなんていう話は、言っておりました。ただ1ラウンドの爆発力っていうところでは、KOはね、初戦3分3ラウンドしかないので、木村選手のそのやり方っていうのは合ってるんじゃないのかなと思います。大泉選手っていうのは何回戦のボクサーだったのかな。多分 A 級まで行ってたと思う。新人王かなと思った。だったと思います。じゃあ8回戦ボクサーって感じで、はい、まあ、そうだよね、強いよね。そうだよね、まあ、でもね、ハンドスピードとかっていうのは、木村選手のハンドスピードっていうのはちょっと抜けてるところがあるから、本当に、ね、機会があると木村選手のあのハンドスピードの出し方はどういう風にやってるのか聞きたいぐらい本当速いものがあるなと思っています。まあ、今後のね、K1 の期待を含めて、発展とか期待を含めたら、やっぱ木村選手が勝ってくれるのが一番なんですけども、ここはちょっとね、1ラウンド、2ラウンドで勝負がつくんであれば、木村稔選手の KO、3ラウンド目になって、勝負がもし長引くようであれば、大泉選手にも勝機が見えるんじゃないのかなと思っています。でも80% 木村選手が KO で勝つんじゃないかなと。サスポーですもんね、確か大泉選手は。確かサスポーだと思います。サスポー得意ですからね、ミノルは。というところでは木村ミノルかなと思っております。ありがとうございます。と、もう一個、まあ、なんといってもメインカードの浩二選手対大岩選手、まあ、試合前から結構盛り上がってますけど、勝利予想の方お願いします。はい、そうですね、ここはね、浩二選手が勝つんじゃないかなと思っております。まあまあ、そうですね、浩二選手が、まあ、判定で勝つんじゃないかなと。大岩選手はかなり頑丈で、パンチも強いみたいですけども、ただ判定の取り方は浩二選手うまいですからね、うん、シンプルにやっぱりね、ヒットアンダーウェイがうまいっていうのは。だから今回はただ内山隆さんとかにパンチの打ち方を指導してもらって、かなりね、倒すパンチにこだわってるらしいので、そこがね、どうなるかですよね。やっぱり KO を狙いく瞬間っていうのは逆に KO される瞬間でもあると思うので、逆に浩二選手が倒しにいかない試合をしてしまうと、まあ、会場も盛り上がらないのはもちろんなんですけども、うん、まあね、まあ、判定で固く勝つんじゃないのかなと思ってしまいますね。ただね、小泉選手もメインイベント、そして大阪、地元ですね、地元大阪でメインイベントっていうところでですね、この間アベマ TV とかでもなんか正人選手にもメインらしい仕事をしてくれよなんていうふうに言われていたので、そういったところでは
コーチ選手も横を書くかもしれないので、まあ、横を書くって言ったら失礼なんですけども、KO を狙いに行くかもしれないので、まあ、勝負はね、100% が起きないんじゃないのかなと思うので、はい、KO をするコーチ選手を見たいですし、KO がするコーチ選手を僕は見たいですし、じゃないと勝負論もちょっと起きづらくなっちゃうんじゃないのかなと思っているのが、今の心境ですね。はい、ありがとうございます。ますます楽しみになりました。はい、というわけで、明日は僕はアベマ TV で競馬を見ます。皆さんも競馬楽しみましょう。ありがとうございました。格闘技情報だったら伝えたい。皆さんチャンネル登録、うんうん。